やります。雪だるま作り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 やります。どういうことだよ。このメンバーで。このメンバーで雪だるまを作ります。しゃしゃ。何ですか雪だるま作り。どういうことですか。これですね。これですよ。はい、1月の20日、はい、21日で、はい、すぐそこのね公園で、はい、雪だるまコンテスト、はい、ありますので、はい、この4人で参加します。おお、シュッ。やっぱまあ神保町漫才劇場で雪だるま作るってなったらやっぱこの4人この4人かやっぱりいいですね。間違いない、間違いない。俺はそのここは分かんのよ、うん、なんでまあまあ分かるというか、うん、ここコンビな意味分かんない、うん、これめっちゃ意味分からない。これがいいよね。これがいい。うまいと判断する。それがいいですね。全然北国出身でもないそうそう全員ちゃうんちゃう。なあ、雪だるま作り経験はないです。ないです。まあまあこんなんね、こんなんはあります。まあ確かにその窓際置くやつとか。ああ、怖いやつ。そんなんだと思ったじゃないですか。はい、もう全然雪像です。めっちゃでかいよ。お相撲さんとかがあります。何メートル？1トン来ますね。1トンの雪を。1トンの雪をみんなで。1トンの雪？はい。固まった状態で渡されます。雪祭りだから本当もう。確かに。そうです。雪だるまコンテストは名ばかりで。すごい。結構ガチだ。ガチです、うん、負けらんねえ。負けらんないよ、はい、結構みんなガチの作品ばっかですからね。そうだね。優勝しよう。優勝したら、うん、5万円分の商品券。おお、商品券。商品券です。商品券や、はい、どこのやろ。どこのやろね、はい、まあ神保町で使えるんじゃないですか。さすがに、さすがに、ね、めちゃくちゃいっぱい後輩連れて、うわぁ、大盤振る舞いよ。うん、いいじゃないですか。めっちゃ雪買えるやん。どこに売ってんねん雪。山ほどあんねん。1トンもらうから。さあ頑張りましょうよ。何作るかをね、うん、対抗しなきゃ。みんなすごいから、まあ、みんなすごいね、うん、いろんなだって企業とかお店が出てくるわけです。そうですよ。郵便局だったり、スタバも出たり、スタバも出たり、うんうんうん、我々神保町は、うん、神保町の劇場を作ります。しゃーしゃー。僕らが一番お世話になってるところ、はい、向かいの楽屋。難しいやろ。難しいやろ。ヤスがいるところ作る。パンデーションの裏で10億円がネットアウトしてる。むずいやろ。外から見たね、建物をね、建物を作る、はい、なんかあれね、はいはい、あのひび入ってるやつね、独特なんだよね。あれなんだろうな。これまだ今作る前じゃん、うん、どんぐらい作れるもんかまだ分かんないけど。そうね、うん、全然無理な可能性ある。そう、全然。なんとなくコント師を集めたらしいのよ。そういうことね。全然別物ですからね。俺らがガムテープでガチャガチャやってるのとは。俺コント中に小道具全部壊れたことある。大丈夫かな。じゃあ無理だよ。瓦解するじゃん、作ってないだけ。でもじゃあぶったまと小田上田でよ。いや、そうそう。ぶったま小田上田さんでいいのよ。いいよ、ね、ってる。いや、とんでもない作品できちゃうからね。その2組に任せる。置けないようなもの。モザイク規制かかっちゃうかね。やるからにはね、まあ、やるからにはやりましょう。狙って頑張りたいな。まあ、この動画が出る頃にはもう結果も出ますけども、はいはい、そうか、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。マジで何なん？もう全然14時ぐらいから来ちゃって。はいはい、いや、小道具じゃん。違う違う。小道具、いや、作業員じゃん、これ。やだよ、これ。いや、違う、雪だるまコンテ。はい。あ、いけそう。ワクワクしてるけど。で、僕らで、うん、お願いされたんですよ。俺らちょっと僕らだけじゃきついって。うん、確かに、なんかあった。確かに。だから優勝も、確かに。はい、はい、言うとどうする？太雪、丸ノコ通じないもんね。何丸ノコ？丸ノコよ、ノコ。ノコ。ポケちゃんでもこれは道具ありますよ。はい、はい、雪削りとか。で、今度雪はどこに？この雪は支給されますか？あ、それも。ガッツリこの四角い雪が。どこの場所？神保町。ええー。作るものは大体僕らで考えて。で、2日。はい、はい。ええー。2日かけて作るのこれ。はい。すごっ。いや、全然いい。あ、マジで？来てくれます？20日から。20日から？20日から。行ける時間からね。はい、あ、本当ですか？え、徹夜で作るの？徹夜じゃないですか。この作業時間。作業時間だけ。タイルとかも、タイルとかも貼れるから。タイル貼れる。え、めっちゃいいじゃないですか。雪だるまにタイル。あ、確かにな。
すごそうや。優勝や。すごいことになるんじゃない？これすごいことになるかな。タイルいいかも。タイルいいっすね。雪にこう埋め込んでってね。はい、めっちゃいいじゃん。優勝や、うん。そう、いらんタイルあんのよ、ちょうど。聞いたことねえ。めちゃくちゃ聞いたことねえ。じゃあ、ほんまお願いします。いいよ、いいよ。いいですか、22日。面白そうじゃん。ありがとうございます。よかった。抜け参戦。はい。頑張るぞ！ガッパワー！ガッパワー！ちなみになんですけど、全然笑ってねえじゃん。ちなみになんですけど、あの20日僕らのスケジュール空いてなくて、ね、おわあラブルルル、そんな無理無理、はずいはず、呼ばれてもないのに、いや無理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 、一人で来い、いや無理って、いやちょっと待ってよ、アルテを作っといてもらって、アルテの前、アルテの、結構ガチで言ってんの、いや無理無理、はい、俺その本当にカメも、じゃあカメもいい。カメオ行こう。僕は経営で忙しいです。車ないとさ、すみません、車ないとちょっとあれない、あのタイル持っていけないし、電車で、いや無理無理作って、いやだそんな、カメのプリウスで全部作って、おもろ、芸術、芸術です。破壊と操作、遊んでいけば、まあまあ、じゃあお願いします、お願いします、よっしゃ、おはようございます。いや、雪だるまフェア会場図ですね、で来ました。僕サポートメンバーって聞いてたんですけど、これまだ誰も来てないし、スケジュールがダメって言われてましたけど、何の仕事あるんですよこの時間帯、この8時ね、何でしたっけ、何やるんでしたっけ、ちょっと甘やかせすぎですよ、あいつらを、そのあいつらを、やりましょう、やりましょう、火消しのコントみたいですね。じゃあ行きま、やりますね、じゃあ、はっ火消しのコントみたいですね。じゃあ行きます、行きます、はっやります。角を落とす、うわ、やっぱみんな来ての方が面白そうっすね。これ本当に雪だるまフェスやってんすか？俺いいんすか一人で？絶対こんなもん動画でスキップされるでしょ。タタタタタタンと押されるでしょ、こんな。タタタタタタンって。2月11日、ぶったま最後の単独シャープ1、ぜひ皆さん来てください。まだ B の2までしか売れてないって聞いてるんで、もっとこの辺ぐらいから1時じゃないですかね。最年長がね、こんな若手のね劇場をかたどってるなんてね。もう最近散々なんですよ。今晩みんなで来て喋ってたじゃないですか、B 寮が行けなかった女と遊ぶ、あれから当日にドタキャンというか、ドタキャンというか、なんか LINE 来て、なんて言ったっけな、社内でインシデントが起き、ソリューションしなきゃダメなんで今日飲み会行けません、飲み会行けませんしか意味わかんなかったんですけど、どういうことですか、ソリューション、ソリューションって何なんですか、インシデントって何なんですか、インシデント、あれ何すか、え、あれ何すか、あん、え、あれに2時間かけてたんですか、あれ何すか、
の垂直ちょっとあれでしたかね。そう、帰っていいっすか、俺これ何言われるか分かんねえわ、みんな来たらこの辺から行きましょう。なんかふてぶてしい歩き方。あ、ちょっと走ったおはようございます。歩いてたよ。なんとかずっと走ってできたわ。カメラできた、できた、神保町できた。神保町見て見て、え、見て、え、すごい。どっからどう見ても神保町じゃないですか。できた。いやいや、ダメです。いや、これむずすぎるな。やっぱ角作んのむずいよこれ。ガッパーさんを持ってしても無理無理。どこがどうなってるんですかこれは。ここにもらってもだいたいわかるでしょ。まあ、だいたい厚切りビンさんいる。厚切りビンさん、こっちがあの、ここがラーメン所だと思うんですね。あ、違う、あ、違う、真逆か。ここが、ここが正面。はいはい、正面。あ、なるほど。これさ、そう、こっちラーメン所、こっちラーメン所。なるほどなるほどなるほど。任せてください。はい、よし。こっからスパートかけて完成させます。ちょっとやっぱ板橋ハウスってやっぱ調子乗ってるって映っちゃうな。うわ、確かに。なあ、かわいそうに。あいつらが裏でちゃんとこういう部分があるのがバレちゃうじゃん、これで。かわいそうに。もう結局真面目なのは俺たちだよ。このパート誰も見ねえだろうな。なあ、すぐガッパ飛ばされますよ、すぐに。あ、来た。鶴丸だけ？鶴丸も歩いてんな、また。現在11分遅れ。すいません、お待たせしました。歩いてただろ。何さ、歩くちゃんと全員歩いてきてる。ごめん、もう俺もう、うん、同じボケだったし、うん、俺のがもうちょい走る。全員このボケしたらどうしよう。震えるね。22期共通ボケ。あ、これみんな22期。はい、はい、あ、そうなの。ごちそうさまです。え、ごちそうさまです。ごちそうさまです。打ち上げ。打ち上げ。これもう本当にすごい。ほぼ完成ですか。え、どう俯瞰で見てどう。どんなんや。俺はもう愛着があるから。ああ、分からんね。もう分かんない。もう神保町にしか見えない。マジで。でもこういうところめっちゃ良くない。確かに。こんぐらい全部カットしたらいいんちゃいます。あ、見たらダメ、うん、見たらダメ。全然違う。見たらね、これが雪にしか見えなくなる。今俺そうやねんけど。おはようございます。遅いよ、竹内。すいません。ちょっと。おはようございます。おはようございます。15分遅れ。ラッパーさんがここまで形作ってくれてるから。いや、マジですごいな。完成や。完成や。いらんかったんちゃん。本当見えてるか、神保町。もう神保町です。見えてる、完全に。もうこれでいいかも。でもどうでしょうね、その他のやつと比べると、なんかわかんないですけど、怒られるとかないですか。そんなわけないじゃん。他のやつと見比べるとっていう。でもほぼ二人で。ね、2人でアップルユー。めっちゃ仲良くなってる。めっちゃ仲良くなってる。2時間しかねえわ。ちょっとイメージ決まっていくから。この辺が事務所ね。ああ、確かにね。失礼します。おはようございます。
階段降りて、うん、楽屋ね、うん、ここがですね、うん、5階4階僕がネルソンさんおるぞ。あネルソンさんいつもいるわけじゃねえよ。タバヤンさんもいつもいるわけじゃねえよ。富山のそこいるだろ。でここがこの辺が劇場かな。あなるほどね。この辺は敷き固めとこ。確かにここ緩かったら、うん、滑るから滑っちゃうから大丈夫かちょっと見たら緊張する。確かに鎌倉みたいにしたらね。で誰か子供が入ってこう崩れちゃってね。怖っ。面白い。イメージがね。緊張してて緊張のイメージ。この辺に、うん、劇場を睨みつけてる NSC 生とかも欲しいです。作家にボロクソ言われた NSC 生。このままじゃ終わんねえみたいな。ここに。入館で並んでる NSC 生とラーメン二郎で並んでどっちに並べたいか分かんない NSC 生。ああ欲しいなそれも。大丈夫かなこれ。もうすでに大丈夫かなこれ。倒れてきたらどうするこれ。倒れてきたら大笑いかも。倒れてきたらもう大笑いかもな。でもガッパーさんも知れるじゃん。いやでもやっぱこれ崩れないってやっぱ面白くないよ。そんなことない。最後はそんなね優勝してマジでライブ。いや最初めちゃくちゃすごかったね。ブロック真四角やった。だいぶ頑張ったな。本当もうでかいのでいけんじゃん。いやちょっとこれここまで行ったらね、はい、湾曲が怖いっす。違う、あっちだ、はい、あっちでかい。あえちょっとやってみよう。鎌倉みたいな。うわ崩しそう。崩すなよお前。お全然いいじゃん。むずっ。やっぱそんな山の劇場じゃないから。なるほどね。土台がしっかりしてるからね。うん、110年の歴史があるから。そうなの。先人たちが積み上げたものに我々は立たせてもらってる。ああっていう意味なんだよね。おういい YouTube になりそうやで。ガパさん来ました。ガパさん。いいな。あっ。ガパさん。あ、おかわち。ありがとうね。こんなんちゃうかったっすよ。さっきまで踊ってたの。おかげであのフライヤーツイッターで上げたんだよ。2万人ぐらい見てもらって、大川の写真。あげてたから、うん、ありがとうね。ありがとうでない。それ言いたくて今日来たの。そうなの。もうこれでいいやん。怒ってたのに。これでいいんじゃないですか。あ、怒った。あ、怒ってるぞ、別に。でもこれガッパは一人でやる。おい、ほら、ほら。下がれ、下がれ。おー！何してんだよ、おい。すごいよ。いつの時代の芸人やねお前。おい、何やってんだよ。ここにこういうやつかなと思って。またガッパーさんが保管しなきゃいけないじゃん。もうトンネルズ世代やんこいつ。マジで。もうできてるじゃないですか。しょうがない。でもえ？そんなものが酒井屋さんだ。これあるんだ。すごい。これ持参っすか。持ってきてるの忘れてた。そうだ。ほら直してくる。すごい。ほらお前の足。でも普段劇場の子を蹴れないですからね。蹴んなよ。この雪像なら蹴れるんだ。なら蹴りたい。これ使えばよかったの最初から。確かに。ね。お前そうする。あの見よう。でも客欲しいっすね。客？入ってる。乗れます？ちゃんと吉本がこう笑ってるやつになってますから。笑ってる吉本。こんなんあるんですか。ほんまに。いやほんまにはないですか。何ほんまには書いてないですか。ほんまには書いてない。じゃあいらないですか。えいらない。いらない。もうポケット押さえるしかないです。いらない。ボケス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 。柔らかい。柔らかい。
え、なんで？いらないって言うから。さっきまでせっかく吉本神保町万劇とか撮ったのに、大歌詞がいらんって瞬間にガッパするの、そっかそっか。どういう感じでしょ、その2人ね。先輩とかも。大歌詞が言うならもうさ。なんでなんすか。大歌詞の写真あげるともうすごいだよ。いいねが。くっそー。勘違いしちゃうよ、俺も。どうせ俺のボスなんて見てないと思うけどさ。言ってるよ。まあないやん。いやもう出すよ。手袋めっちゃおしゃれだもん。って。8時からいるから8時から。みんなでこのこれを深くしていただく。これどこで終わります？もうでも完成でしょうもんこれ。確かにもう不正直。ね。あ、いけたいけた。いけた。オーディエンスのビルメリー変わってきたもんな。肌立てて飯食って終わりじゃん。飯食いて。飯食いて。ここ削れてるんだね。それは俺が削った。いらんの。従業員入り口。山本来たからどうするの。山本入るぞ。まあいいか。演技悪いからやっぱこう滑るなんてさ、確かにやっぱり。これめっちゃいいな。すごいな。これがすごい。本物感出るな。これ持ってきただけで立っちゃいます。出ます。すげえ。店長。ああ。ガッパーさんが立ってる。よっしゃ。スルマル。から一番。え、何もしてなかったっけ。よっしゃ。ガッパーさんになくて大丈夫。あらすごい。こちらが運行中島と漫才劇場や。完成。イエーイ。はい、もう完成。じゃじゃーん。じゃじゃーん。浜さんお疲れ様。よっしゃ、よっしゃ、飯行くか。おい、やった。え、どうした。俺ちょっとすみません、食えないです。あれ、だいぶ、あ、いけるな。僕、いけます。僕はいけない。これね、奇遇にも今日の夜、お稲荷ピートも飲んでます。え、もちろん板橋、コンプリート。コンプリート日だけ。スミワン、スミワン。俺はどっちでもいいです。行こう行こうよ。行きましょう。行こう。やった。勝たしてください。ちょっとマジどうにかした方がいいよ。調子こいてます。調子こいてます。マジ。調子こいてます。なんでお前のあの写真があんな見られるの。こんなやつの。俺らのフライヤー20とかな。2万ぐらいいってんだよ。お笑い頑張ってるからです。めっちゃ頑張ってるラブったわ。単独の告知しとったらいいんちゃうか。すいません。2月11日、建国記念日公演。怖いね、怖いね。神保町漫才劇場でぶったまの最後の単独シャープ1という単独をやります。シャープ2あるってこと。最後はまあまあそこだから。なんだこいつマジで。すごい野暮なこと言うじゃん。なこいつは誰。こいつ本当お笑いの人。誰も。いやだからそのやねちょっとボケというボケまではないけど。言わすなこの。ボケみたいなこと。ボケではないけど。なんてぜひ、はい、皆さんお願いします。頑張ってください。